こんばんは、カサブランカです。おかげさまで今回で50作品目。特別ゲストとして、SKTR のヘッポコフィールドさんとの招待です。よろしくお願いします。はいはい、よろしくね。戦闘スタート。今回、私が乗ってる戦車は、ティア8、駆逐戦車、ラインメタル、ドイツの戦車です。そして、私の戦車は、ティア8、駆逐戦車、スコーピオン E、ドイツの戦車です。名付けて、クラマス同士の、駆逐招待。改めまして、お久しぶりです。お久しぶりです。どうですか、最近。いやあ、うちは相も変わらずですよ。SKTR さんみたいに、アクティブクランじゃないですからね。あ、来やがった、トイ。し。話を戻して、ヘッポコさんは最近どうですか？うちも、平常運転ですわ。YouTube は250本あげましたけどね。すげえ、250本？トイ。250本も？あ、俺もあげてたわ。私も YouTube 始めたんですが、なかなか難しいですなぁ。これで、ブリッツが少しでも盛り上がればいいかなって思ってますが、なかなかそううまくはいきませんねぇ。そうですねぇ。ブリッツもいいゲームなんですけどねぇ。やべ、4級に狙われてたわ。わら。中途半端な位置なんで、前に行きますねぇ。支援よろしくー。了解。行ってらっしゃい。お、目の前に溜まってんなぁ。あれ撃てるかな？そろそろ、ソロリット。チラチラ。お、SU くんじゃん。そい。ち、逃げられたか。絞らなくても、当たるときは当たりますよね。そうそう、ダメなときはダメ。当たるときは当たる。歯がゆさも面白さですよね。まったくです。あ、あそこで、川遊びしてるトラくんがいますわ。ダメだよ、ソイ。そういえば最近、戦場にセオリー行ってないですよね。そうなんですよ。でも、それがまた面白かったり。そうそう、逆に面白いですよね。わら。じゃあ、そろそろ死のうか、トラくん。ごめんよ。ちょっとだけ、チクッとしますねー、ソイ。なんだか今日は当たるなぁ。ヘッポコさんと一緒だからかなぁ。おーいしい。なんか、今回、調子いいですよね。ほんとに、ヘッポコさんも当たってますよね。今、フォーカスしましたわ。気持ちいいわぁ。あと3台。じゃ、やっちゃいますか。そうですね、やっちゃいましょう。お、あの4級。序盤に俺を狙ってたやつか。逃がさないよ。よーし、あと1台。さ、行きますか。私も向かいまーす。よーし、行くぞー。そんなこんなで、これからもまったりやってきます。ヘッポコさん視点の動画は、概要欄にリンクを貼っておきますね。楽しかったね。ってことで、終わり。